ルハーンシクは南東ウクライナに位置する都市で、ルハーンシク州の州庁所在地である。ウクライナ語名ではルハーンシク、ロシア語名ではルガンスクとなるが、しばしばルハーンスクと発音される。2014年以降、ウクライナ政府の管轄が及んでおらず、ルガンスク人民共和国の支配下に置かれている。ルハーンシクはドンバス地方の最大の都市の一つで、 ルハンシク州の南東部、ビリヒウカ川とルハーンカ川の合流地に位置する。気候は大陸気候である。1月の平均気温は低、摂氏5.9度、7月は摂氏21.7度となっている。2014年ウクライナ騒乱から続く混乱の中で、ルハンシクは親ロシア側の武装勢力、ルハンシク人民共和国が実効支配するようになった。 政府側は都市の奪還に向けてルハーンシク空港の支配を取り戻すものの同年6月14日には兵員や物資を乗せた輸送機がハブ総勢力側に撃墜され49人が死亡する事件も生じた。ロシア帝国時代、ソ連時代にルハーンシクは重工業都市となっていた関係で文化的価値を有する場所は少ない。野原を意味している。 ルハーンカ川にちなんで名付けられた。輸送機撃墜、49人死亡最多の犠牲者、ウクライナ、停戦困難に。産経新聞。http://photo.sankei.jp.msn.com/slash essay/data/2014/06/14ukr.aine/2014 年5月17日閲覧。 2001年のウクライナ国勢調査、ポーランドウクライナバルト氏、伊藤孝之、伊内俊夫、中井和夫、山川出版社、1998.12、ありがとうございます。